いはいはいはい、はい、ありがとうございます。あ、やらかしてる。出たあれ引っ張られて、あ、パンパンや、ほんまや。一応最後これあれでストップランプなんで、あ、そうかそうか、関係ないですけど、これ、あ、これだ、これだ、やってんな、やってますね、やってんな。あの、取らないでくださいね、今日かっこよく終わった。これはだいぶ恥ずかしいです。これがだからスロットルワイヤーがな。ほら曲がったらこう引っ張られて、ここに、あ、よかったですね。何もないですよ、何もないですよ。うわ、あんがつけ方普通しないですよ。難しい。さすがですね。またネタ枠ですね、俺。じゃあすすってゆっくりして帰りましょう。エレク、コーヒー、ホットコーヒーちょう。はい、僕コーラください。コーラ、またコーラ。エスプレッソトニックで、すいません。本当？いい。3人同じ革ジャン着てますよ、ね、やべえ。あ、ほんまや。ウィスレザーの回しもない。同じですよ、ロンジャンさん。全員ウィスレザー。お金もらわないと。すでに、とりあえずバイクのカスタム終わった。終わった。あ、次あのベスパのフォグランプやるんですけど、よかったら。あ、そうだそうだ。あ、じゃあお願いします、お願いします。はい。あ、ただちょっと今回新しい試みがあって、モバイルバッテリーでつけられるかどうか。あ、いいじゃん。いや、最高でしょ、それできたら。でも俺のそのね、お願いスルーしてるけどね。できねえ。難しい。本当？ジェニーボルトのモバイルボ。ないかな。12ボルトでじゃないと光んないでしょ。でも玉変えたらいけんじゃないですか。そうそうそう、卵と変えちゃったら LED にする。1個じゃ無理かもね、何個か。確かにね。でももう家で充電できたら最高ですもんね、うん、あ、その2個とか4個だったら多分大丈夫だけど。あ、そうですよね。俺30個ぐらいいや、エリーさんつけすぎてもクジャクみたいになってますもん。あ、クッキーさんも自転車持ってるんですか。持ってます、うん、でも普通のチャリ、あのロード系の、はい、感じの。いいな。でもビンタロー先生のところで作るんやったら、だいぶヴィンテージのイギリスチャリンコ。そうね、それしようかな、うん、あ、この間アトラクションの人を買ってくれましたね、うちで。あのサンビーム。あー、本当に、はい、サンビーム買ってって全部自分で一回バラしたって言ってました。あいつ卑怯なんだ。好きな人、好きな人。あれノート持ってるんですか。あ、そうですね。アトラスかな。あ、アトラスいいな。アトラス一時探したけどなかったな。アトラスないですよね。そうですね。いいな、うん。衣装とかどうしますかね。あ、楽しみ。やでもスーツ、あ、革ジャンね。あ、でも揃えたいですね、今日革ジャンで。うん、マックショーみたいになりますね、でも。最初は革ジャンかな。革ジャン、うん。一発目は。でもあれじゃないですか、みんな病ジャンとか持ってるから、うん、ちょっとパンクっぽくなるっていうか、ロンドン寄りのロックンロールじゃなくて。そうですね。じゃあこの間プレーンズマンにしようか。スーツもやりたいな。スーツもやりたいですね。かっこいいっすよ。俺白スーツやってほしいな。おそろいにします。おそろいいじゃないですか。ダブルとかシングルとかいろいろこう初期のスカパラみたいな。そうですよ、それそうか。なんだと言いますね。革でスーツ作ります。革で、あ、今作ってたじゃないですか、なんかの番組で。じゃあバンド名はあのスペースフランケンシュタイン。全然めっちゃセンスいいっす。シュタインズですか。シュタインですか。シュタイン
どっちだ？したいのがかっこいいですね。ね、ズーツ系のね。ズーツ系の。でもいつもなんかジャケット感もある。やっぱりビンタロウ先生ちょっとフランケンシュタイン似てますもんね。似てます、だからでしょうね。メイクした方がいいですか、うん、そうっすね、フランケンメイク、フランケン。いやもうほら服装もだいぶ変わってきますね。やめましょうか、それ。ボーダーでしょ、やっぱそうなったら。あの怪物くん出てくるフランケンみたいな。水色のジャケットに。でも怪物くん休まりますよ。あ、いや可愛いキャップかぶるな、あれ。ええー、な、ええー、な。絶対そうなったらドラキュラですよね。ドラキュラだ。どこあるでも俺フランケンでしょ。体型的にそういう感じですよね。フンガフンガじゃねえっすわ。パンクコーヒーショップ始めようかな。あー、これない、ありそうでね。やっぱこうロック寄りですもんね、コーヒーってやったら。ロックンロール系の。あー、ないな。どうしようかな。絶対流行るな。俺やりたいんが、うん、1階駐車場にして、うん、あ、まあ、カフェでもいいんですけど、2階タバコ吸えるとこにして、3階タトゥーショップしたいんですよ。あー、マジですか。あー、決まった。いや、レコード要素置いてましたよ。こっちがあるから。あー、決まった。家賃お高いんでしょ。クッキーさん、掘れるんですか。ん、いやいや、あの、あ、いや俺貸しスタジオしたいなと思って、うん、あの、な、まあ、何でもええから貸すよっていう、なんかフリーな人多いじゃないですか。そうそうそう、レンタルスペース、そうそう、レンタルスペース、はいはい、それやりたくて。なるほど。それこそもうギャルのネイルとかでもいいんですよ、別にね、レンタルスペースなんでね。最高やな、めっちゃいいっすねここね。めちゃめちゃいい。なんか使ってる遊び場で。いやいやいや、もうそれもうスクーターミーティングやってるけど、こういうロッカーズのミーティングやってないもんね。やりたいんですよ。やりたいの。ロッカーズのミーティングのやつをやる。だ、仕切るやつがいないと。レディー先生。レディーさん。いや、そらそらそら、ロッカーズは。やりますか、じゃあ。じゃあ、料理とかもしようかな。レディーさんは。でも、あれでしょ、和食とかでしょ。おからとかでしょ。いや、おからとかでしょ。いや、もうええわ、もうおからとか。あんだけロッカーズっておから好きとか。そう、いやっすよ、おからちゃうのもん。その前カツカレーとかっす。アジフライドね。アジフライ渋いわ、飯が。あれ知ってる、あのイギリスの料理でさ、チップスバティ、チップスバティって、あのチップスフライドポテトがパンに挟んだやつ。あ、あるあるある。イカツ。そうそう、あれ家庭料理なんですよ。おかずがどこにもない。知らない。それパンにポテト挟んでる。パンにポテト、それ結構一般的なんですよ。そう、だからまあ大阪では焼きそば定食みたいな。あ、そういうことね。焼き定食みたいな。あとさらにそれ進化系でポテトチップスを挟んだパンもあるなって。もう、なんなんそれ。それも料理なの。別でええやん、もうパンとポテトチップスで。意外とイギリスってインド料理とか中国料理とか美味しいっすね。行きましたよね、インド料理ね。南インド、はい、インドうまかったっすね。うまかったですね。最初どうかなと思ったけど、中国料理も本当うまかった。普通にうまい。炒め飯行ったんですけど、今まで食った炒め飯いっちゃうまかったですよ、イギリスの。ほとんど炒め飯だった。めっちゃうまいですよね。インド人結構多いから。多いっすよね。フィッシャーチップスはちょっとやりたいな。ダクダクです。あれ美味しいやつは本当美味しいっすよね、フィッシャーのチップス。新聞紙が取れるぐらい。ベタベタ。油吸って。そう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 。この間歩いてきた時は、なんかちょうどあの細川たかし師匠のあの服、あのモワモワのやつね。ちょうど、うんうん、それのなんか次の日かな、ね。それが話題になって、ちょうどよかった。早いですよね、ほんま。朝刊出たとしたら、夕刊の前ぐらいもうやってますからね。そのモノマネ早いんですよ。ありがとうございます。ディナーショーでやったから、あるあるを聞きながらみんなで飯食うっていう、うん、ここでですか。そう、ここで、ね、でちょっとそれをちょっと俺やりたくて、あー、RG にちょっとディナーショーであるあるやってるんで、結構面白くて。お客さん入ってました、いっぱい。結構入ってた。あ、よかったよかった。あるあるの聖地にしますね。細かいな。ここを、いや困るでしょ。あるあるの聖地にするんやと思って。嫌でしょ、トップビートって言ったら、あるあるのとこだよ。絶対嫌でしょ。あるあるのとこでしょ。いや、損してますよ。店のイメージガラッと変わりますよ。嫌やな、もし自分の店、おしゃれに作ってるのにあるあるの聖地言われたら。マジ嫌っすよ。あそこあるあるの聖地です。
じゃあ、まなぶ君、空き瓶とか、この教えて。おいいよ。あ、このバンドデビューライブ。あ、いつや、何月か分からないけど。まだまだだいぶ先ですよ。相当。どうします？いや、それでも、夏前。夏過ぎじゃないですか。いや、正味夏過ぎとか。だって曲ゼロですよ。ゼロ。曲ゼロですよ、これ。カバーとかじゃない。なんかもうオリジナルにしようかって話です。なんかカバー逆にむずいんちゃうかって、オリジナルも楽にできるだろうって。どんな感じのあれでしょうか。分かんないけど、フッキーさんがウッドベースボーカルで、俺ボーカルなんすか。そう、サクブリじゃない、じゃないの。違う、うん、いろんなことやる、うん、まあ、僕のリードボーカルですよ、フッキーさん。マジっすか。当たり前でしょ。デイブ・フィリックスだから。そう、うん、いや俺それ世話しないですわ、もうやりながらこんな。俺初めては1年経ってないんですよ。大丈夫大丈夫。確かにビーツは面白いですよ。ギターボーカルもやってくれますよね。もうみんなでボーカル。シンガロームにしましょう。シンガロームね。オールシンガロームにしましょうよ。あ、オッケー。それね、うん、じゃあもう多いにします。めちゃめちゃ僕は嬉しいですね。ね、やっぱ多いやりたいストレスが。じゃあエレベ？え？エレベ？うん、多いだったらエレベ。ウッドベースしますね。ああ、いや、なんかウッドベ、あの、それこそ、あのね、ブーテッドコックス。ブーテッドコックス、ウッドベースですね。いるんだ。女性ギターで。あの、アコーディオンとかバイオリンとか、バイオリン入れたいですね。いいね。私、あの、ミートビーズのゲストで、ボブ・ディランの欲望に入ってる人が、なんかゲストで、たまたま読んだら来て、来たらいいねんけど、なんかそのマネージャーの人がすごい怪しい人で、なんかもう、いや、ワンピービーバー、ドン、ある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 。めちゃくちゃ怒り出した。いや、そらそらそら。最初はちょっと少数制が始めて徐々に増やしていってもいいですね。だからミックスしていろいろ。ああ、そうですね。人数多かったら最悪スケジュールは抜けててもわかんないですよね。業さんいたら。ね、札で今日は誰が進むみたいな。ああ、できるのかな、ウッドベースでも。できるできる。もうできてたもん。まるまるムリムリしかできないですよ。練習はしてる。で、まるまるムリムリだけね。はい。あれやりますか。まるまるもりもり。いや、まるまるもりもり歌ってくれます。いや、ダメ。シンガンロームでまるまるもりもりって言います。シンガンローム言いますよ。ビンタロー先生のところのウッドベースコート置いとこうかな。あ、ウッドベース安いので良ければ力持ってきますけど。あ、マジですか。あるんですか。あ、それはいいな。いや、本当安いってあれですよ。ハードオフ3万円のやつです。いやいや、全然うちの息子が渡るさんに教わって原稿下げて、で、ピックアップなんかマッド3が使ったピックアップって言ってましたので、シンドギル。本当にそれをなんか1枚か2枚ぐらいで売ってるんですよね。それをつけて。マジですか。で、この間スタジオ行ったらハウリングして全く使えなかった。あの穴を塞げば多分大丈夫だなと渡辺さんが言ってたんで、次それで確かに行ってみようか。ハウるんですよね。名前なんだ。スペースフランケンシュタイン。反応薄。意外と長かったなと思って。スペフラって呼んでもったな。スペフラ。スペフラ。言われるんでしょうね。でも絶対言われる。ニートビーツって訳されます？もうニートビーツですよね。ニート。ああ、そうか、ニートね。ニービーはないですよね。誰かニートでしょうね。ニート。マッド3はマッド3、うん、でマッドっていう人もいたけどね。でもマッドカプセルマーケットみたいな。そう、確かに確かに、うん、確かにマッドって言われたらマッドカプセルマーケットの気です、うん、マッド3はでももう全部言い切ったこれ楽やな、マッド3、うん、エイさんドラム叩けるんですか、うん、またやろうと思ってたんですか、はい、ああ、最初俺やろうと思ったら、うん、2人全力で反対されてる。いやいや、それ何をしてますのっていう。いや、それギターでしょうが。ドラムを叩けるの、うん、一から、うん、急に LINE でなんか俺ドラじゃあドラムやろうかなとか言って2回ぐらいその記事がありましたね。ね、その許すわけないでしょ。ウッドベース調整してるでしょ。だからね、俺もなんか調整しようかな。誰も喜ばないかもしれない。ちょっと見てみたいよね、ドラム。いや、エディさんやっぱギター弾いてもらわないと。豆だらけになる、1曲で。いろんなところにエディって書いてたよ。
いや確かに、ハイハットの裏とかでも書いてるでしょうね、シャンシャンしてるだけ。5時だ、6時前だ、6時前、うん、すげえ早い時間、なんか嘘みたいですね。早く終わったからですね、作業が。朝からやったの。朝から11時集合ぐらいの。前回は7時過ぎたんですよ。4時過ぎで終わった。何もできんかったんですよ。誰も喋んなかったですけどね。ライザーハイハング。あと必死だった。必死でした。うん。ボルト一つ入れた。ずっともう、うん。なんか私ね、後半も。今日嘘みたいですね、逆に。ね、全部うまくいったの。今度呼んでくれたら、ありがとうございます。あ、お願いします。ぜひぜひ、次スクーター、はい。まあでも、いいよね。その YouTube でそれずっと、ね、永遠と終わらなさそうな感じで時間かかるからいいよ。すぐ終わる企画よりいいじゃん。ベストのちょっとランプに参加しようかな。いや、ぜひぜひぜひ、来て来て、それいいよ。来月、再来月誰が一番ダサくなのか。ダサい選手権。ダサい選手権。いや、そんなもう圧倒的なんできるでしょう。ドラえもんからにしよう。あ、すごい。はい、それでもつめでに行こうみたいな。いや、久しぶり。恥ずけえ。CM 早くしたいですよね。ですね。ねえ、まあ、せめて足になるぐらいの CM 出てほしいですよね。自転車よりもすごい。中車ぐらいやもんな。なんか方法ないの ACMA をパワーアップする。ボアアップできないですか。スワンネック125。あれがめっちゃ速かったら怖いわ。まあ、私も怖いですけど、いや、その…ほんとね、80cc ぐらいの、あのベスパの 100とか、スモール100ぐらいのスピードが出ればいいんだけど、ほんとに遅いから。坂止まるんですよね。そうそうそう、オーバーパスでもうちょっとビビるぐらいだから。ちょっとはできると思います。あの時代のタイムトライアルしたとかあるから、最高速を…え、それね、ボアアップするってこと。あれでローマの休日ごっことかしました？してないですよ。噴水がまずないもん。確かにね。キャブだけじゃ速くなるの？CR キャブとか？いや、あのキャブのセッティング変えて排気もやってもダメ。大きくしたらちょっと何ですか？いや、パワー上げたいですよね。そうなんですよ。でもあのまんまであんまりいじりたくなくて、でも足になんないから。エンジンもし乗せ替えられてたら置いとったらいいじゃないですか。確かにそれですね。うん、ただマウントが違うんですよね。まあ、P シリーズとか、ね、ラージボディとあれでね。マウント加工したりできる。あ、それはできるでしょうけど、でも大変だ。いじりたくないじゃないですか、そのボディ。結束バンドで止めた。結束戻せるよ。ギューで。それ企画すればいいの。早くする。おお、そんな外装で何時間もかかってる人たちが、もう客もいじり出す。うわ、すごいな。いや、ほんとミニ四駆ちゃうから、車種に穴開けてみますかとか言って。ちょっと命に関わるから。ねえ。いやー、それできたらすげえけど。だってビタロス製のあのワイヤーが引っかかってた。あ、でも危ないですよね、あれ。危ない危ない。でスロットルワイヤー引っかかって曲がったらワーンって今ここ入ってくるときにファイヤーが引っかかってワーンってもう全開してて全開してて、そうそう、すごい落としたそういうノリで来たのかなと思って何切ってんのかなと思ってそうそうねえねえそういうことにして入ってくるみたいならしくないなと思って何もこっち亀のこっち亀のホンダみたいな確かにねバイク乗ったらもう変わるっていうそういうキャラったら急に変わるそうそっちかと思ったいや牧場の時間でしたね楽しかったでこれがもう完結編なのバイクはこれでダウンリーでとりあえず、はい、次ベスパ次回は次ベスパそんでその次チャリンコあたり行けたりですねでその次バンドバンドですねバンドで追いやられましたねそのあの常にやってはやりつつ、はい、あの YouTube で撮りに行くっていうのは、はい、そういうことですねそうですスタジオというかゆくゆくあのじゃあ、あの一応スタジオでなんかテープで撮るやつあいいですね一発撮りでめっちゃいいですね一発撮りでおーチャレンジしないと私はイギリスのそれこそ EMI のテープレコーダーって、ええ、どういうものなんですか？
当時のイギリス軍で作ったんです。嘘、お願いします。ほんま好きですね、そういう風呂。面白い。それ見たいですね。スタジオ近所ですか？あ、駒沢にある。あ、駒沢に、ああ近い近い。え、そのテープは今でも手に入る？テープは、まあ、なんとかなんかデッドストックとか。そういうことで作ってるわけじゃないと思う。まあでもヨーロッパでちょっと作ってるのはあるけど、あんまり品質的には昔のアンペックスのやつがいいから、そしたら探したりもして。上から重ねたりもする。これできるの？あ、できるのかな。そうかそうか。まあ、爪を折っててもセルフテープ取れますね。あ、そのまま取ればいいね。あ、お願いします。いい、うん、ですね、そこまでいいけどね。うん、うん、で、ここでライブして、ね、それも一応完成、ね、全部真空プランスだね。そうそう。で、イギリスツアー行きますか？最高ですね。通り島に何ですか？シムニーに会いに行きます？シムニー。